こんにちは、翔太です。今回なんですけど、まあ、マーリンですね、の動画に関しては先ほど上げたんで、まあ、いろいろ言いたいことはあるんですけど、まあ、それは後にしようかなと思います。でちょっとマーリンの動画上げたんですけど、まあ、ちょっとですねフライングでブラウザ版の動画をブラウザ版からちょっと持ってきた関係でですね、ちょっと背景音の調整を間違ってしまって、少しあの背景の音量がですね、大きくなってしまって、申し訳なかったです。こちらに関してはアプリ版に関してはですね調整しているので大丈夫だと思うんですけど、本当にそこに関しては申し訳ありませんでした。で今回はですね次回反響を見ていこうかなと思います。まあ、どんな感じになっているのかですね、今回の次回反響を見ていこうと思います。前回の改善ポイントは直ってんのかな、まあ、この辺はいつも通りですね。今回は何が手に入るんだろう。今回はですね、バフデバフの重ね掛け状態によってですねいろいろ変わるようなものになっています。有益状態であれば会心ダメージが増加で、デバフ状態であれば会心攻撃される確率が増加と。なんでまあ、バフを重ね掛けするのであれば、デバフですね重ね掛けした方がいいというふうなものになります。今思ったらなんでデバフだけデバフなんやろ、ね、で生後状態は、ね、生後状態が1つ多いごとに状態性無視が増加するというところなんで、まあ、敵を罪悪状態にできるキャラクターですね、がいて、かつ状態性無視がないのであれば、まあ、基本、生後状態いっぱいかけてあげればいいのかなと思いますが、基本的にはですね、まあ、生後状態をいっぱい付与していくことにはなるかなと思います。で罪悪状態が多いごとに受けるダメージが増加するので、まあ、バフデバフどちらも組み合わせてですねクリティカルなダメージを伸ばしていくのか、まあ、罪悪状態をですねいっぱい付与してあげて、まあ、受けるダメージを増やしていくのかっていうところになるかと思います。まあ、バフデバフはなかなか難しいので、まあ、あるキャラクターを使っていると、まあ、結局生後と罪悪が多くなっていくのかなと思いますね。あで今回最初からニビアンも超光明、あいいじゃないですか。お今回はバッファーがいるっていうところはいいところかなというふうには思いますね。まず次回リンク見ていきましょうか。あちょっと待って、キュート罪悪がいるのはいいんだけど、あキュート罪悪使えるやん、いきなり。あリッシとか、あルシーナいきなり使える。あハッキもいる。あ前回と全然違う。いやこれはいいですね、今回いいですよ、これらのキャラクターが使えるんなら。でベルダンディ、モーガン、ルシーナ、オークイヌシ、ニビアン、リッシ、ケンテが使えると。あでダッキも使える。まあでも使えるだけでここには載ってないんで、そうですね、あ前回のラインナップってほんまに終わってましたからね、今回かなりいいと思います。バッファーとしてはゴキビもいるし、あ基本的にじゃあバッファー持ってる方は使えそうな感じしますね。はい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 、座敷わらしとかもいるし、まあちょっと持っていないと使えないキャラクターは多いんですけど、まあ、この中で行くのであれば、あこの中のバッファーは少ないのか。でもまあそうですね、レンパ、ルシーナ、ハッキー、この辺りでちょっとなんとかキュート罪悪も使いつつ頑張っていく感じになるのかなというふうに思いますね、この中だけで行くなら。そうか、この中チョコメだけしかいないのはちょっときついですね。あの持っている方はニビアンであったり、あと誰がいるかな、まあ、ニビアン、あダッキーがいるのか、 MR のダッキーであったり、座敷わらしであったり、あと誰がいるかな、まあ、超高 MR の超高名いないんですもんね。なんでまあ URC の超高名、ニビアンいるならコキビは多分いらないと思うんで、まあ、ここはちょっと腐る可能性がありますけど、まあそうですね、まあ前回に比べるとバッファーもですね、いるしいいんじゃないかなというふうには思います。ダッキー MR しか使えないのがちょっと痛いのかなというふうに個人的には思いましたね。ここにもいないもんな。まあ一応でもここにですね、あジョフクいるやん、ジョフクがいるっていうところと、まあルシーナとハッキーですね、ここがいるっていうところは非常にありがたいところかなと思いますんで、まあこのキャラクター、これ、あそっか、これだけで箱と撃砕揃うもんな。まあデバフはだいぶ揃ってる感じがするんで、今回はデバフでなんとか、デバフというか罪悪状態で、なんとか頑張っていくっていう感じですね、この中だけでいくのであれば。
で、バッファーはあまりいないので、まあ、超高め除服で、頑張りつつも破光とか、撃砕とかキュート罪悪で頑張っていく、後のダメージソースっていうのは頑張っていく感じになるのかなというふうに思いました。まあ、リッシュとかもですね、スキル1で燃焼と封印付与できたりするんで、まあ、罪悪状態にできるキャラクター今回多いような印象があるので、その辺のキャラクターをですね駆使してやってもらうのがいいのかなと思います。次回反響に関してはですね、やっぱり、まあ、スタートダッシュが非常に、あ、やっちまいましたが、まあ、スタートダッシュがですね非常に重要な感じになっておりますので、そちらをですね中心にやってもらうのがいいのかなというふうに思います。じゃあどうしようかな、ちょっと適当ですけど、とりあえずですよ、本当にとりあえずなんですけど、報酬のところまでさっさと進めていこうかなと思います。どうなってるんだろうな、時の方向ってステージどこまでだったっけ。とりあえずこっち見ますか。任務は変わってないな。160で MR 結晶3つか。なるほど。こっち変わってないですね。報酬の量も特に変わってないですね。変わってないです。ということは、時の方向も、15ね。時の方向も多分変わってないと思いますね。ここは多分、何の改善もされてないかなと思います。まあ、ただ今回は、ちょっと一瞬副賞が見えちゃったんで、スキップしますけど、まあ、今回はですね、一応、バフ、デバフ、まあ、特にデバフ、罪悪キャラクターがかなり揃ってるような印象があるんで、前回よりは進めやすいんじゃないかなと思います。前回ちょっとやばかったですからね、正直言うと。かなりひどかったんで、キャラクター的に。まあ、ちょっと前回ですね、解約されたポイントはそのまんまっぽいですけど、まあ、今回はキャラクターがある程度恵まれてるところがあるんで、まあ、まだマシじゃないかなと個人的には思いましたんで、まあ、ちょっと今回はですね、まあ頑張って報酬確保していきたいなというふうに思います。まあ、やっぱ160まではクリアしないと MR 結晶が取れないっていうところがあるんで、まあ、そこに関してはですね、まあ、ちょっと頑張っていかないといけないというところがあるかなと思うので、まあ、少なくともステージ160、あわよくばですね、まあ、無課金の方も240まで行きたいですね。この混沌かけらの宝箱までは行きたいのかなと思います。あ、前回の分も取れるんや、一応持ってなかったら。あ、そこはいいですね。で、今回は靴下が手に入るみたいなんで、靴下欲しい方、っていうか、まあ、靴下ですね、皆さん、狙って取ってもらえばいいかなというふうに思います。まあでも他は変わってないですね。混沌かけらの宝箱の報酬が半分になったっていうのは変わってないので、まあ、ちょっと前回の解約ポイントがそのまま解約されて、キャラクターの選定だけはですね前回より良くなったのかなっていう風な感じです。まあ、ちょっと今回はですね簡単な動画にはなりますけど、そうですね、まあ、罪悪状態駆使していくんでしょうね。今回 160% まで攻撃力上げれるみたいなんで、まあ、ちょっとそちらを中心にですね組んでいきながらやっていきたいなと私自身は思います。まあ、こちらですねスタートダッシュ重要になってきますので、皆さんですね頑張っていきましょう。これで今回の動画は以上にしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、メンバーシップの登録、ツイッターのフォロー、スーパーサンクス高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。